今日はですね、3月31日に私の初めての写真集以外の著書が発売されます。内容は、初めてカメラを買って写真を始めようっていう方向けに、どういうカメラの選び方をしたらいいんですよっていうようなお話になってます。まあね、ずっと写真家として活動してきましたが、まあいろんな人にどんなカメラ写真を始めたいんだけど、どんなカメラがいいんですかとか、いいカメラ持ってるんでしょうとか、よく聞かれるんですけども、実は、これ、ね、すごいごっついんだけども、これね、新品で買うと12、3万ぐらいなのかな？ずっと愛用してるカメラなんですけども、こんなでかいんだけど、コンパクトカメラなんですよ、実は。はい。まあね、私がこのカメラを選ぶきっかけとか経緯なんかは、今回の本にはちょっと書いてないんですけども、写真を始めるって時に、まず一番最初にどうしてもカメラがないと写真撮れないじゃないですか。まあ、そこで、どんなカメラの選び方するといいですよっていう内容になってます。はい。で、3月31日が発売日なんですが、3月30日まで先行予約を受け付けてます。で、先行予約期間中は99円で販売してます。はい。で、99円で購入すると、3月31日になるとダウンロードして、Kindle で見ることができるようになります。はい。で、ぜひこの機に、お安いうちにね、購入してください。はい。で、100部。発行部数が100部超えたら、あ、ごめんね。通常は299円で販売する予定です。なので、3分の1の値段で購入することができます。で、100部もし超えたら、もしじゃない、100部超えたらね、100部超えたら、560円ぐらいかな、にしたいと思ってます。はい。で、もし1000部超えたら、1200円ぐらいにしようかな、なんて思ってます。まあ、Kindle の方はね、自分でいつでも値段変更できるんですよ。なので、まあ、売れ高に応じて値段をちょっとずつ上げていきたいと思ってます。そんなわけで、今月の30日まで、あと1週間ぐらいかな。1週間ぐらいは99円で販売してますので、ぜひ、小川誠の新しい著書、ぜひ、読んでみてください。タイトルは、忘れました。写真家が伝えたいカメラの選び方、だったかな。はい。まあ、そんなわけで、皆さん、下のね、動画の下のリンクからね、私の著書の、Kindle の著書のページに行けますので、そこからお買い求めください。で、まあ、Kindle、そもそも電子書籍を買ったこともないし、読んだことなんもないって方もいっぱいいらっしゃると思うので、そういう方向けに、どうやって Kindle で購入して、Kindle の本を読んだらいいかっていうのを、ちょっとね、PDF でまとめてるんですが、まだ間に合ってない。なので、まあ、今週、中、2、3日後までにはアップするので、ぜひ買ったことないけどっていう方は、ぜひそれを読んでみてください。小川誠でした。またね。